らっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? スタリュッツェルモノセ鈴鹿、私下北沢マジックスパイスという辛いものが食べれるお店にやってきました。だってフランスでは辛いもの食べられないんだもん。さあ、では早速お店に行ってお腹ペコペコなんで食べたいと思います。もうね、お店の感じから赤い色を使っていて辛いって感じですよね。楽しみ楽しみ楽しみ。お店に入ると早速ガネーシャの像が飾られていますね。ガネーシャっていうのはインドの神様で、ゾウさんの顔をしている神様です。ゾウさんも辛いもの食べるのかな。あー、もう飾られてますね。スープカレー、黒ニンニク、わー、もう辛そうなスパイスがありますよ。あれ、こんにちは、フロランさんに。なんとみんな、高橋名人です。ご紹介お願いします。あ、高橋名人です。英語の名前はマスターヒギンズです。なんと今日はですね、高橋名人とフロランさんをお招きして、辛いもの大好きな私と辛いものを食べて対決したいと思います。今日は私たち何を食べましょうか。今日はですね、やっぱりスープカレーの基本、はい、チキンで、はい、で辛さをですね、まあフロランさんがあんまり辛いのダメだっていうことなんで、そうですね、とりあえずメニュー的には一番下が覚醒という、これがね1倍、1辛で、一番上のこれ黒、これが25辛なので、まあ、その前の極楽という味見をしていただいて、どん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 ちょっと辛いのに挑戦してもらおうかと思います。はい、カメラの前のフランス人の君、高橋名人を知らない、なんだって。さあフロラン、高橋名人、c'est l'idole de la génération Famicom au Japon. C'est lui qui est le détenteur du record de vitesse. Il a appuyé 16 fois sur le bouton de la manette par seconde. C'est devenu une véritable idole. Il a même eu un personnage qu'on appelle chez nous Adventure Island. Et il est spécialiste aussi de la cuisine très épicée. D'accord. ということでですね、私も子供の頃、実はテレビをつけると高橋名人テレビに出てました。あ、こういうお兄ちゃんと一緒に遊びたいなと思いながら、うちねファミコンなかったんですよ。親が買ってくれなくて。そういううちあったよ昔。辛い時にはご飯を食べると、はい、と噛むと甘くなるので、はい、逃げれますから。水を飲んだらダメですよ。水は余計に辛くなりますから。本当はお湯の方がいいんです。タイとかはみんなお湯を飲むんですね、はい、そうすると辛みが消えるんですけど、ここは水しかないのでご飯に逃げてください。楽しみ。フランスって辛い食べ物がないんですよ。基本的にないですよね。僕一回ね、フランスとドイツと、スペインとかイタリアとか昔旅行したことがあって、はい、であれドイツかな、フランクフルトに、はい、パンに挟んでくるじゃないですか、はい、でキオスクの前にからしとケチャップがあって、でからしが全然辛くないから、俺ぐわーっと乗っけたら、もう周りの人がおおって顔で見てて、でぐわーっと乗っけて、こうやって食ったら全然辛くないのに、それでもジュベオパーティー、わー美味しそう。色もまだそんなに辛くなさそうでしょ。ちなみにお聞きしたいんですけれども、普通の日本人はあの極楽でも食べられるんですか。極楽、この店では、はい、辛い、ちょっと上の辛さなんです。そうです、はい、だから、食べられない人はこの時点でもうギブアップ。あ、楽しみ。いただきます。じゃあ行きますね。美味しい。グイッといきました。いただきます。あ、美味しい。美味しいでしょ。美味しい、美味しい、ね、ちょっとグッていったな。あ、美味しい、美味しい。あ、大丈夫。あ、辛い。あ、喉に来た。でも美味しい、美味しい、美味しいね。今のは5辛。はい、5辛。次、25辛。はい、行ってみたいと思います、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、やってまいりました。これが25辛ですね、はい、見た目にはそんなに変わらない感じですね。この辺のスパイスの量がさっきとはやっぱり違いますね、はい、相当入ってるんですよね。うん、まあ25辛ですので、はい、ただ浮いてるね、スパイスだけじゃなくて溶けてるのも当然ありますから。はい、じゃあ行ってみますか。はい、お願いしますね。コクにチャレンジして、はい、挫折したのがいっぱいいますので。あ、
挫折者が出るわけですね。これね、とりあえず注意事項があります。はい、咳込まないでください。あんあんってやったらもうその時点でもうダメになりますから。25からです。うん、おいしい。あ、これも3年ぶりぐらいだな、こんな甘いの。でも多分平気と思うんだ。うん、すごく美味しいですよこれ。なんかね、多分テレビの前のみんなは辛いもの対決でこう、なんて言うんだろう、辛い思いをして対決と思ってるかもしれませんが、全然違います。天国です。そうです。あの、僕ね、辛いだけっていうのはダメなんです。うん、分かります。やっぱり美味しくないとね、食べる気がしないんですよね。ロランさん行きましょうか。ちょっと心配。美味しい美味しい。大丈夫大丈夫。心配してきたんだけど、うん、大丈夫大丈夫。だって真っ赤なんですけど、いろいろと、うん、ちょっといい、やってみましょう。たった25倍だもの。そうよ、レベル25。ちょっと本当美味しい。美味しいね。もうほんと火出る。火が出る。でも美味しい。美味しい。それはもう名人の言う通り、うん、美味しいですよ。うん、なんかこっから汗が出てくるんですよ。あ、出る出る出る。目の下から。もう僕なんかね、頭の上からも汗出ますからね。だからここに来るときはタオル持参なんですよ、必ず。はい、こうやって。うん、うん、そしたらですね、はい、ちょっと食べてる途中なんですけども、うん、実は今ね、レベルがこれだったんですね。はい、でメニューには載ってないんですけど、はい、裏メニューっていうのがありまして、はい、でこれが25からだとしたら、はい、50、100、200ってあるんですよ。行きましょうか。だから一番下の一番上だとこれの200倍辛い。200倍辛いとは言わないと思う。痛いになると思います。じゃあ200をお願いします。お願いします。東京カフェ。